はいこんばんはピカピカありがとうハートありがとうハートありがとうピカピカありがとうございますこれピカピカってさなんなんやろう一体 可愛い嘘やんそれはほ <laughs> んまにいやさすがに今日は嘘やなちょっと前髪もどういうことって感じなんですけどまあまあまあ だるまありがとう。おおマジちゃんと好きほんまに今日のきょうちゃんかわよええそれは嘘嘘じゃないハートありがとう生ジ嬉しい買いますうれしいそうリセットきょうかは前々からよく言ってたけど大好きなんですよリセット公演。 まあ、リセットもうリセットがまず大好きなんですよねでリセット公演がもう超大好きなんですよだからあのあの衣装着れてめっちゃ嬉しかったのでみんなゲットしてくださいパートありがとう神よな <laughs> ピカピカありがとう <coughs> お疲れ。 そうリセットがまず大好きすぎてもうイントロからさぶち上げやんあんなもうだから本気で大好きなんですよだからね絶対にいつかやりたい公演です一番やりたいかも結婚してちょっと今日はメイクが知らないから無理ですハートありがとう ピピカピカありがとうピカピカウインクしてありがとうございます可愛い,いほんまにほんまに公園 <laughs> の趣味合う <laughs> リセット公演絶対にやりたいねんけどほんまに大好きもうぶち上がるよなピカピカありがとうなんかやっぱたまに ナチュラルな感じで登場してみるとみんなから結構好評だからまぁ、あ、そんな日もたまにはありですね毒蜘蛛オケラのキョちゃん満たすぎえ、もう大好きオケラがめっちゃ好きなんですよていうかなんかあの感じの曲調なんかちょっと昔っぽい感じが超好きで やりたい毒も大好き逆転王子様いいよなかわいいオケラ大好き夢のお金大好きあのこの前の冬のチームコンでやってたのがもうかっこよすぎてもっと大好きになった夢のお金もともと好きであの聞いてたから熱かったゆきさんがねかっこよかった 懐かしいなんか照明もすごかったえそう制服の目見てた今日わっえっすごい守りたいこの笑顔たくさんありがとうございます守ってくださいこの笑顔を守ってください守りたいこの笑顔守ってください そう今日ねあのー、あれ見てました制服の目2015年のすごかっためっちゃめっちゃ可愛かったゆずさんがね超可愛かったですしかもなんか16歳とか言っててえっって思って今の教科より若いってどういうことって思ったんですけどめっちゃすごかったあとありがとうございます ありがとう。ピカピカ、ありがとう。劇場デビュー約一年。えっ、嘘でしょめっちゃ可愛かった。 かハーフツインしてたんですけどなんかもう喋り方も声もなんかもう全部が可愛くて苦しかった可愛い,いでって声が出なかったですねやっとオクラのごまえ食べれたいいなあ早く幕張行きたいなみんな幕張のオクラのごまえ食べたことないでしょ あれ食べたことないなんてね人生損してますよピカピカハートありがとう明日のためにキスをねめっちゃ髪の毛を振り乱して踊っててすごいよかったですめっちゃ自分も頑張らないとっていう気持ちになりました なので明日もう一回ねあの見て気持ち高めていきたいと思いますリンボースターありがとうあとありがとうめっちゃ可愛かったもうねありえんぐらい可愛かったんですよ喋ってるのが可愛かった <laughs> えてか今日かより今の今日かより ニこ,こしたとか年にかわいかったサイリウムありがとうあの衣装着てるキョウちゃん見てキョウちゃんに会いたくなったねっ早く会おうな制服レジスタンスさ めっちゃやってそうでやってないからさ <laughs> やりたいんですよねえー、ユニットえー何がいいやろ何が似合いそう今日買ってキョピのパフォーマンすごいと思う嬉しいピカピカありがとうございますなんか今日さめっちゃ声低くない 制服レジススタンスやってそうじゃないめっちゃ <laughs> やってそうじゃないめっちゃやってそうって自分でももうなんかかっこいい感じと見せかけて逆転おじさん、ま、えっほんまに?」そっちのイメージありましたそうかわいい曲もやりたいからさ「ハートありがとう」 お疲れありがとうめっちゃやりたいねんなでも何か学生じゃなくなったからちょっと悔しい学生のうちにレジスタンスやりたかったでもめっちゃいいなんか歌詞が好きですめっちゃ。 抵抗してる感じが JK の強化っぽくてすごい重なりますスカート5センチ折ってみたいな5センチってでも言うてこんなんでしょまだいけますよピカピカありがとう <laughs> 反抗期キョウちゃんに持ってこいって感じ <laughs> やってそうだからキョウちゃんの歌声聞かしてほしい やってみたいなスカート15センチをってえそれぐらいなんじゃない <laughs> ウエストで15センチをっていけんじゃない彼女になれますかのトントン好きわかるーあれねゆうずさんのソロ公演の時めっちゃ可愛かった奇跡は間に合わないえ大好き超やりたい大好きめっちゃはやりたいな、一番やりたいかも サイリーマンありがとう。応援してるありがとう。実際おってそう。どうでしょうね、まあ、今日高校の時も中学校の時も,もう意味分からんぐらいスカート長くてめっちゃショック受けたことを覚えてます。まあ、中学校は百歩譲って許すとして高校の時に制服のスカートがマジでなんか逆にそれ一周回ってヤンキーやってって思うぐらい長かったんですよ。まあ、中学校の時も だからちょっとびっくりしてた JK ってスカート短ければ短いほどいいと思ってたからさなんか「えいいんそんなその長さでいいんですか?」って思いましたねピカピカありがとうマジなんか昭和のヤンキーみたいな <laughs> 昭和のヤンキー知らんけど結婚してちょっと今日は声がね低いので無理ですね でもなんかブレザーとかそういう系の服服じゃない制服でさ、スカート長いのってさ、めっちゃダサくないなんであんなスカート長かったんやろう無駄になんかスカート長かった。可愛い,いありがとう。うんある、なんかそういう何々県はあのスカート長いみたいな。確かね兵庫県は めっちゃスカート長い剣やった記憶があります。それを見て、でもめっちゃ後悔しましたね。社名のギャル制服ね楽しみ。絶対にルーズソックスを履きたい。ルーズソックス履いたことないからさ履きたいんですよね。制服お楽しみに。何これ。ポップコーンかありがとうございます。 ポップコーン食べたいピピカピカありがとうポップコーン食べすきて今日が映画あんまり見に行くことないんですけどなんか映画見に行きたいなと思うぐらいうわマジスカ学園超やりたい膝半分見えたらアウトだったえっほんまになんか膝は全部隠れてないとダメみたいな何にストレ ありがとう。ピカピカありがとう。いやまじ異常なぐらいスカート長かった恥ずかしかったですねまあでもそのスカートを放課後とかにさまあ、ちょっと追って遊びに行くっていうのが青春ですよねわかるポップコーンは塩もキャラメルもどっちも好きやから半々になってるやつがいいですなんか映画見に行くこと好きな人とかいたら是非一緒に行きましょう あ富士山で結婚はあれからしてないですねどこ行っちゃったんだろうちょっとずつ丈短くなる今日かでも身長全然伸びひんかったからさなんか入学した当時はまあ3年もあったら短くなるかと思ってまあこんな長さでもいけるかって思ってたけど全然身長伸びなかったですね結婚してちょっとほんまに声が低くて今日 ちょっともっと可愛らしい声の時に結婚したいのでその時はお願いします映画見たいものないしあの何をやってるかもちょっと分からへんなんか怖い映画は嫌いなので見たくなくてえ三3年生一回おっても怒られないあんまくのるえめっちゃいいやん なんか無駄にさうるさい女の人おらんかったなんかもうさ「追ってないのにさ追ってるでしょ」みたいな言われてさ「言ってませんけど」ってなった思い出がありますね。無駄になんかもう追ってるやつって見てくる人いました多分。応援してるありがとうございます。 うん無駄にうるさい人おったあんまにさ今日前髪がさなんか死んでる <laughs> ハートありがとう映画見に行きたい今日か映画館であのチュロスとか頼んじゃう派ですねチュロスとか あと、ポテトも食べたいしなんかいっぱい食べたい派ですきょちゃんはだけどなんかきょうかってあのポップコーンを友達とまあシェアするじゃないですかポポッッププココーーンンあありりががととう、うシェアするじゃないですかきょうかって結構なんかあんまりバクバク食べれない派でだって映画終盤にかけてポップコーンがなくなっちゃったら悲しいやんか だからなんかちょっとずつ食べてるんですよ自分の中ではだけどそれいうちんたら食べてる間にあの友達にめっちゃバクバクいかれるから、うん、ちょっとそんないかんといてよって実はあの心の中で思ったりしてることが結構多いですね「ポップコーンレインボースターありがとう、ね」音めっちゃ気にしちゃうから自分はあの音が鳴ってる時にバクバクいくはずです やっぱみんな考えるやんな。たまにさ、あのー、音を気にせずにバクバク行く人あるやん、ちょっと。そういう人が近くにいたら、ってなります <laughs>。友達側やってる。うわ、ちょっと相性悪いかも、また。ゆうきょぴコンビゆうねゆうねときょうかのコンビ名、確かになかったな。 なんだろうキョピネ <laughs> えそう結構気遣って生きてる <laughs> でも気遣って生きてるよりさ何も気にせずに生きてる方が多分ね得は得ですよ何 <laughs> <laughs> それな<何> <laughs> また相性悪いやんキョピネキョピネなのかもしれないかゆうねっぴーか今日か大体 なんか誰かの名前の後ろに「ピー」って付けたらいいだけやからむっちゃ楽ですピカピカありがとう確かに篠原コンビ確かに篠原なんですよね2人合わせてであずさくは大村ででリーダとくるみが杉本も森本も生きるんや じゃ大村も山村もいけるわすごくない ?22 ずつ村と原と森ももになってんねんすごくないピカピカありがとう篠原で嫌じゃん <laughs> お疲れありがとう2人合わせて篠原でーすめっちゃよくない しかも、あのー、年齢順にニーニーずつになってんのもすごいえそうコンビ名めっちゃ相性いいの知ってたあと自然の名前が多い映画でバクバク食べるしフライドポテトも食べちゃうちょっと相性はよくないかも <laughs> えそう誕生日もすごいなんか普通にすごい家族なのかな実はチームって感じです <laughs> ずっと6人で一緒にいたいですねなんかもう離れ離れになっちゃったらどうしよう悲しいあそう名前めっちゃなんか呼びやすい なんかくるみさくらリーナもひらがなか運命なんですよ最初バグかと思った確かに3人もさ同じ誕生日とかなかなかないよな今日がほんまに人の誕生日覚えるの苦手で覚えれないんですよだからありがたい助かってますハートありがとう ビ,ビスなしの生活にしたい間違いないよな普通に <laughs> なんか「インスタやらしてくれん <laughs> ?」って思いますよねえ6月3日生まれの人に出会ったことないねんけどこの中に6月3日生まれの人っていますか みんなもインスタ見たいですかもっとさえっ友達6月3日生まれキちゃんやおぎゃーえっ惜しいすご6月3日になりたい あ、違う今日さ今日ってさ3日今日って3日ですよねあの誕生日ちょうど2ヶ月前記念日なんですよえ、どう思いますか <laughs> ハートありがとう教科は今日,今日そういえば誕生日2ヶ月前だなって思ってえでもなんか っっって思ちちょっとちょっととでした違う二十歳にはなりたいんですけどてか19歳って中途半端すぎてなんかもう何がいいんって感じなんですけどでも誕生日を目前にするといや10代って強いと思って10代19歳と二十歳って全然違うものじゃないだからちょっとあんまり年取りたくなくて悲しくて無理ですまあどうせね 童話がいても、まあ、19の代じゃあ二十歳の代、まあ、みんな同い年なんですよだから、まあ、いいんですけどでもちょっとあの二十歳になっちゃうのはちょっと悲しいですねパレオから1年やば早っハートありがとういやもう二十歳ってやばくない結構めっちゃ焦っちゃう けどね、まあ二十歳になるということでまあ別に年齢は関係ないけどもっと頑張ります二十歳の一年はねもっとねあの目標に目標というかまあ頑張ります19歳の目標はまああと2ヶ月なんですけど19歳の目標はあれですね昇格することとあと ティーンズユニットに入ることです入うて経過発表もうすぐやけどしかもあと2ヶ月しかない, <laughs> ないけどえどうしようほんまにやばいねんけどうんやばい普通にもう泣きわめく <laughs> え無理え普通にやばい二十歳になっちゃうのでね いや、19歳別にまあ、19歳のうちにってわけじゃないけど、まあ。まあ。19歳の目標。19歳の目標え、今日かってさ、生誕祭の時なんか目標言ったっけ ?19 歳での目標はみたいな。ピカピカ、ありがとう。<laughs> 生誕くじね楽ししみにしててくださいまあそうです何も変わらないんですけどね二十歳なんの超楽しみ何して遊ぼ何しよっかな別に何も変わらんけど19歳と二十歳って何が変わりますか成人するんかえそれって結構大きくない結構人生で一番大事なさあの 誕生日じゃないそんなことないか尊いありがとうやばえなんかさ自分ってさまだまだバブちゃんなのにさ <laughs> お酒飲める年になるのやばくないあと2ヶ月で2ヶ月でさ何が変わるっていうなんか どう見てもさ子供やんみたいな見た目してるじゃないですか今ってさすがに二十歳超えてるようには見えへんやろうなってだけどあと2か月で二十歳だなって顔になれるんかなってちょっと気になってる生誕に分けてお金でもえ嬉しいいっぱい思い出作ろうね二十歳の誕生日ごめんしてるありがとうそうバブいはずなんですけど そのまま二十歳そのままの中身で二十歳迎えたいやんなそうそうするねんけど無理無理一生バブでいてちょっとあの一生バブでいますのでね大丈夫です <laughs> キョピーは2年やってるいとももちゃんは入ったばかりだよえっあの あの子ですか同い年待って絶対別れできるかるで今日かめっちゃかわいい子でしょ同い年あ違う、うんうん、えあと3分やばいあのみんなあのー、あれです 去年の生誕のスピーチ面を。え、ま何言ったかなあ。あんま考えずに言ったからさ。ピカピカ、ありがとう。あれです。あの、ありえんくらい可愛かった。ああの子ですね。ね AKB さんの19期生さんの子ですよね、多分。同い年わお。あ <laughs> と、ありがとう。あの、 あれです。あの、もうみ、あれとか言っちゃって、あの、あ,のあれです。生誕祭じゃなくて、生写真ですね。生写真セットが今日から発売されておりまして、8日、8日まで。なので、皆さんぜひゲットしてください。今日からの大好きな、あの、大好きな、あれです。リセット公演の衣装なので。あと、5月、6月のトーク会、握手会、ツーショット会の、 受付もまだまだ受付中なので皆さんぜひ待ってく待ってます <laughs> 待ってください <laughs> 待ってます来てくださいあのブログにねあの服装もこないだ載せたのでよかったら見てください前の前ぐらいのやつかなまたあれですねメールでも送りますじゃああの待ってます あ明日制服の目じゃ明日めっちゃやること多くてさあれなんですけどまあ一日頑張ります5月の特会待ってます今日は薄いきょうちゃんでした確かに焦るべからずでしたすいませんじゃあおやすみなさいいい言葉もらったぜ焦るべからず19歳あと2ヶ月楽しみます二十歳になっても好きでいてください